英語の刊行語句 On the nose 高橋春人映画を見ていた時誰かが面白い刊行語句を言った On the nose と言ったこの刊行語句はあんまり聞きませんけど私はこの刊行語句が好きです意味について話しましょう日本語の直訳は鼻の上にです意味はちょうどやちょうどいいです元は ボクシングです。花の上をオーダーされた。多分ノックアウトパンチでした。完璧なパンチでした。必勝ですね。そういう意味です。例えば、私はアメリカは何種ありますかと聞いた。そして A さんは50種あると答えたら、私はちょうどいいと言います。花の上にです。 時々露骨な語句を言われたら多分私はそれはちょっと鼻の上にありますねと言います気をつけてどう思いますかこのカ用語句は面白いですか日本語で同じカ用語句がありますか教えてください